このアニメはとある本丸のとある刀剣男子たちによる花丸な日々の物語です。先ほど新しい刀剣男子が来た。やあ偽物か。写しは偽物とは違う。大変です。ん？匿名調査の出陣要請だ。放棄された世界、歴史改変された文久土佐藩への経路を一時的に開いた。歴史改変されたままの世界。この世界に影響を及ぼしている首謀者がいるようなんだが、正体はまだ分かっていない。よう狙って敵を倒すだけやき。くさよ。誰かに思われるってすごく嬉しいことだって。清光はさ、もっと強くなりたい。何言ってんの。刀剣乱舞花丸雪の巻。集合。本日から3日間休暇を取ってもらう。清光の代役しっかりやらないと。普段できないことをやってみたり、せっかくの休暇を満喫しよう。3日もゆっくりできるなんてないもんな。そうだ、みんなで主のためにアルバムってのを作るのはどうだ。明日も元気になるように、心も元気になるように。笑顔を皆と作ったんです。休暇だからこそできる鍛錬とは何かを考えるべきだ。君もちょっと変わった鬼退治をしないかい。どちらが先に彼を狩れるかどうか。見てください、ここ。賀集清光だっけか。早く会ってみたいな。強くなって帰ってくるって約束したから。刀剣乱舞花丸月の巻。夏の海は開放的になりますね。うわ脱ぐな。何？サニワが倒れました。時間素行軍の仕業じゃねえんだな。つまり僕たちは本丸と連絡も取れない。じゃあ主の力が戻らないと遠征に出ているみんなも帰ってこられないだろう。サニワのことをよろしく頼みます。任せてよね。絶対に助けるから。これからお見せするのは世にも不思議な舞。とくと目に焼き付けろ。まがまがしい気配。何かいる。僕が相手してやるよ。主の敵は全部俺の敵なんだよ。主が目を覚ましますように。遠征中のみんなが無事戻ってくるように。今迎えに行くから。待ってて主。刀剣乱舞花丸花の巻。僕らが出会った場所を、俺たちが一緒に過ごした思い出を消さないで。